my name is Esther. Welcome back to my channel. We're here with episode 2 of Angel Next Door Spoils Me Rotten. I'm super excited because last episode was super, super cute. Amane and Mairu, they have this really particular relationship. They are next door neighbors, but Mairu has been really, really kind enough to like take care of Amane, who is the main character in this series. And I feel like they're relationship is very like, you know, acquaintance, Nick, we're just neighbors, but then later on I feel like they're gonna get really close in their relationship and, you know, fingers crossed, doki doki moments. But yeah, I can't wait to see what's in store for episode 2. So why don't we get started with episode 2 of The Angel Next Door Spoils Me Rotten. こんなところで何してんの?何でもないです。 いや、何でもないなら途方に暮れたような顔で座ってるのよ。 Was she waiting for him, maybe? どうかしたか? 別に。 制服に毛がついてるけど、 Was she playing with the little cat? 木の上で立ち往生していた猫を下ろしてあげただけです。 That's so sweet of her. ああ、そういうことか。 そこで待ってろ。 絶対動くなよ。 Oh my gosh, their relationship is so cute. Sheena, tights 脱げ. Huh? いや、そんな顔されても。 ほら、ブレザーかけるし。 He just wants to take care of your wounds. とりあえず幹部冷やしてからシップ貼るから。 なんでわかったのですか? Oh. She's like, I'm embarrassed. But you better not turn around. Oh my gosh, she's blushing. それはよかった。 案外器用なのですね。 まあ、怪我の処置くらいはできるよ。 料理はできんが。 これでよし。 足見えるだろ。シップ貼ったままタイツ履くわけにいかないだろうし。使ってないから安心しろ。はい、これも。え?背負われてる姿見られたいのか?ありがとうございました。 I feel like after this, after this, Sheena is gonna be so much more like, I'm interested in you. Oh, so that's the prince of school. He's the popular guy. いや、実際クラスメートでもろくに話したことないし。 Watch him be like the total opposite and he is not a prince. 王子様とか天使とか、うちの学校には恥ずかしいあだ名のやつ。お、今天使様が俺に微笑んだぞ。いや、俺だ。よし、シーナさん。No, Sheena was finally at Amane. 昨日はありがとうございました。お惣菜とお借りしていた服です。そんなに嬉しいものですか？まあ。 美人から笑顔を向けられたらそうなんじゃねえのか。女子もほら、門脇に手を振られてキャーキャーしてたし。門脇？ああ、あのすごくモテてる人ですか。お前は興味ないのか。特にクラス違いますし。Oh, does she not really know who he is? 容姿の良さだけで好意を抱くなら、あなたが私に抱いてないとおかしいでしょ。おお、コロッケもある。 手作りか? そうです。 レンジで温め直して食べてください。 サンキューな。 Oh, he really likes that, huh? たまには出来たて食べてみたいよな。 家に入れろと。 折半はむしろ望むところというか、今までもらいすぎてたから全然いいんだが。 お前、身の危険感じないの? 何かするなら、潰します。物理的に。再起不能に。
Oh, wow. ヒュンってしたわ。そもそも、あなたはリスクを考えて何もしないと思うので、私の学校での立ち位置をよく分かってらっしゃるでしょ？仮になんかしたら俺が破滅だわな。それに。お、それに？あなた、私みたいなのタイプじゃないと思うので。お。They're like basically like living together. 本当にろくに使った形跡のない新品ですね。うるせえ。今日の献立は独断で決めましたが、いいですか？食えればいいから何でも。作り始めますので、あなたはリビングで待つなりしていてください。そうする。手伝えることないし。本当に潔いですね。まあ料理できないのにうろちょろされても困りますし。お前も明け透けだな。すげえうまそう。そう言っていただけるとありがたいです。冷めないうちにどうぞ。いただきます。ん、うまい。どうもありがとうございます。おお、Oh my god, this is making me hungry too. He really likes it. 美味しそうに食べますね。そうですね。Is he gonna blush? Fujimiya-san. Oh my gosh. いや、なんでもない。He's like slowly like having feelings. ごちそうさまでした。お粗末様でした。あなたがあまりに不節制だからなんですが。それに私は作ること自体は好きですし、あなたが美味しそうに食べるのを見るのは嫌ではありません。でもさ、そこまで気にするなら別に私としては作らなくてもいいのですよ。It's like, wait, I don't want that to happen. 、じゃあ素直に受け取ってください。お。そう言ってスルッと30番以内に入ってるんだよな、インテリめ。イチャつくのにかまけて勉強をおろそかにしてないからな。彼女はいいぞ。淡白なやつめ。アマネも好きな子できたら変わるぞ。ピクお、チーカ。帰ろー。 Was that his girlfriend? Aww, she's so cute. よく人前でイチャつけるな。可愛い彼女の頭を撫でるのは普通だろう。理解できん。いやいや、アマネみたいなタイプが実は恋人可愛い。Yeah, I can definitely see it. 何？アマネに恋人いるの？いねえよ。俺の成績知ってたっけ？張り出されている順位に入ってる人はなんとなく覚えてますよ。まあ、一人暮らしの条件だからな、成績の維持は。困らない程度には勉強してるけど、お前ほどじゃない。よく頑張るな。頑張らないといけませんので。I feel like there's a past to her. There's a story behind that personality. あ、誕生日4日後じゃねえか。Is he going to get her something? いや、だから、お前何か欲しいものあるか？いきなり何ですか？お前あんま物欲なさそうだし、好奇心で聞いてみた。また唐突な。そうですね。おい、女子高生！私に一般的な女子高生を求めないでください。包丁を研いでいる女子高生とはこれいかに。レアということで良かったですね。 People have their preferences, you know? おはよう。 おはよう。誕生日プレゼントか。つーか、普段からそういうリサーチしておくのが大事だし、円満の秘訣なんだな、これが。別に彼女じゃないっての。そうだな。どんな間柄かわからないけど、それなりに話す知人、
気兼ねなく渡すってことならお菓子とかハンカチやポーチみたいな小物くらいかな。やる。え、何ですかこれ。誕生日なんだろ。そうですけど、逆に何で知ってるのですか。私誰にも言った覚えないんですけど。学生証この前落としたことあっただろ。あ、別に気にしなくてもよかったのに。私誕生日なんて祝わないですし。おはや。あっそ。じゃあ日頃の感謝の印でいいよ。まあ大したもんでなくて悪いけどな。家事させてるし肌に優しくて効き目があるらしい。実用的ですね。お前はどちらかといえば実用性に重きを置いてるだろう。そうですね。She actually likes it. ありがとうございます。 She likes the hand cream. 袋の中にもう一つ。そのなんだ、独断と偏見によるおまけだ。 So it is a stuffy. Oh, so cute. まあ気に入らないなら捨ててくれ。お、そんなことしません。Oh my gosh. シーナの性格的にしないと思ってるが。そんなひどいことしません。人に誕生日教えたことありません。誕生日嫌いなので、普段も知らない人とかそう関わりのない人からプレゼントとか渡されても怖いので受け取りはしません。それは受け取るんだな。藤宮さんは知らない人じゃないですし。That is like the weight to his heart. 可愛い彼女の頭を撫でるのは普通だろう。何ですか？いや、別に。危なかった。Oh my gosh, he should have just done it! ありがとうございます。藤宮さん。Alright, that was episode 2 of The Angel Next Door. Spoils me rotten. I'm super excited to see what's in store for these two. These two are just so cute. I'm like squealing the entire time because of this anime, but I feel like the relationship is going to be so much more later on in the series. I feel like they're gonna grow a lot fonder with each other as like they spend so much time together. And as well, the last part, Amane was about to give head pats to her. Oh my goodness, like I was like, why didn't you give it to her? But then at the same time, if he did, I feel like Sheena would have not liked it and be like, hey, don't do that kind of type of thing. So yeah, I'm glad that maybe it was, you know, good for him to like hold back. But yeah, that was just such a cute episode. I can't wait to see episode 3 with all of y'all. But you guys know how to support me. Please like, comment, and subscribe to the channel. And yeah, I'll see you guys in the next video. Thank you. Bye bye.